やっと帰ってきましたね。懐かしの三崎森学園です。そうね、やっと戻ってこれたわね。あれだけ長く戦ったのに、こっちの世界の時間は全然進んでないから妙な感じだけど。いろいろなモンスターと戦えてすっごく楽しかったのだ。え、楽しくなんてなかったわよ。もうドラゴンと戦うなんてこりごりなんだから。いい鍛錬になった。しかし己の未熟さを痛感させられもした。もっと修行に励まなければな。ふにゃー、そんなことよりおやつタイムにしようよ。こっちの世界の甘いお菓子を好きなだけ堪能したいんだよ。部室に置いてあるお菓子の買い置きはどうでしたっけ。確かもうなかったような。そうなの。もう糖分が足りなくて疲れがどっと出てきたんだよ。あっと、さきさん大丈夫ですか。あ、そうでした。部室のお菓子はありませんけど、ここにドイチゴのジャムがありますよ。おお、糖分、糖分なんだよ。おー、甘い香りがするね。ユリナちゃん、それってどこで用意してたの。ミドガルドにいた時にノイチゴを瓶に入れて砂糖につけておいてたんですよ。じっくりと熟成させてみました。皆さん、よかったら味見をしてみませんか。とっても美味しそうなんだよ。ユリナ、私に味見させてよ。いいわね。ユリナ、私にもジャムを一口ちょうだい。ニュニュ、そのノイチゴどっかで見たような。きっと気のせいなのだ。ユリナ、私にも一口欲しいのだ。いい匂いだな。私も一口もらおうかな。私もいただくわ。皆が食べるのなら私も一口いただこう。あ、皆さんずるいですよ。私の分も取っておいてくださいね。うんうん、とっても甘いんだよ。そうね、なんか疲れが取れていく感じがするわね。くっくっく、なんかいい気分だぜ。無性に体を動かしたくなってきやがる。レミさん、なんか喋り方がいつもと違ってきて。あれ、気のせいかな。ミドガルドの異形が目の前にいるような気がするんだけどな。まさしくあれは異形、敵襲、敵襲だ。総員戦闘準備、迎撃するわよ。サキさん、月夜さん、目を開けてください。こうなったら人工呼吸を。あ、でもこれって私のファースト。次はドイツだ。この私に吹っ飛ばされたやつはいくらでもロケット弾を食らわせてやる。まだこんなもんじゃ足りない。私をもっと満足させろ。次はお前だ。目に見えるものは全てぶっちゃけろ。ひゃー。頭が痛いわ。一体どうしたのかしら。どうやらノイチゴのジャムが少し傷んでいたみたいです。成熟させると効果倍増でしたね。メモしておきます。あやたちは行ってしまいました。
これから寂しくなります。あの傲慢だったシルビアさんが寂しいと。人って環境によって変われるものなのですね。そうだな。どういう心境の変化があったのだ？儀式の山で再会した時に思ったのだけど、昔と比べて雰囲気が変わっていたような気が。ああ、それはみゃ。マイネーにものすごい尋問されて。やめてください、メリーナ。ん？何があったか知らないけど、いい出会いであったことは確かだったな。ええ、いろいろとありましたが、あのような者たちと一緒に戦えたことを私は誇りに思います。そのような気持ちも時が経つと忘れてしまうのでしょうか？そうかもしれませんが、できるだけ忘れずにいたいものです。そうみゃ、いいものがあるみゃ。じゃーん、あや姉たちの服みゃん。これは学生服ですね。こちらは戦闘服ですか？この服、ユリナも時たま着てたな。こちらに置いていったのか？衣装を見ていると、彼女たちのことを忘れることもなさそうだな。彼女たちからの選別と思って、いただいておこう。見るだけでなく、もちろん着るのみゃ。メリーナちゃん、その服は確か、スクール水着という水の中で活動するための服ですね。なんてハレンチなんです。ハレンチか？全然布の部分が多いし、大事なところは隠れているし、そうでもないぞ。ああ、体のラインが出てしまうのがお姫様には気になるのかな。何ですか、その上から目線の物言いは。ダークエルフという種族はこれだから。この衣装は。どうかしましたか、ハルディナさん。見なさい、この衣装を。確かそれは DT を殺すセーターとかいう衣装。セーターとは冬に着込む重ね着のことですよね。ただのセーターではないわ。この背面がごっそり削られた斬新なデザインを見なさい。腰のラインまでごっそり。ただの前掛けではないのですか？出来損ないの衣装なのですか？なんでそんな冷静でいられるの？バカなの？死ぬの？そこまでひどく言われる意味がわかりません。これは重ね着ではないの。肌着のように直接着込むのよ。肌着のように直接ですって？そうしますと背中は丸出しで、脇から見られると胸が。あれ、こんなところにゴミが。とかあざとい声を出してかがむと DT って言われるものが爆走すること間違いなしの衣装なのよ。そのシチュエーションを私は何年、いいえ、何十年と夢見てきたことか。ガッテン。おい、そこの永遠の17歳、落ち着け。設定がボロボロと崩壊しているぞ。この衣装を着てチヤホヤされたい。なのでこの衣装は絶対に渡さない。私のものよ。
黒いオーラは、あれは異形が出ました。異形はこのまま放っておくわけにはいきません。戦います、皆さん。私の負けです。こちらの DT を殺すセーターはあなた方にお譲りするわ。いえ、いりませんけど。やっと正気に戻ったな。異形も退治してすっごく疲れた。このワイシャツは、仕事のできる女性をアピールしつつ大人の色感を前面に押し出した。また黒いオーラを感じます。メリーナ、衣装を全部どこかに隠してください。このままだと我々が全滅してしまいます。ところで DT ってなんだ。よくぞ来てくれました。アヤ、ユリナ、シルビアさん、サリアちゃんやメリーナちゃんからミドガルドの危機だって聞いて飛んできました。現在の状況を知らせてください。え、メリーナ、サリア、アヤとユリナに何と言ってミドガルドに来てもらったのですか。非常に緊迫しているのですが。文字通りミドガルド最大の危機として報告しました。そうなのみゃ、この危機を乗り越えられないとオルタニア王国は終わりみゃ。そして周辺の国も次々に滅亡することになるみゃ。向こうの世界で説明したらミドガルドには来てもらえません。説明はシルビアさんからお願いします。肝心の本題は話していないのですか。それを私が説明するのですか。シルビアさん、どうしたんですか。私たちにできることなら何でもします。遠慮なく言ってください。実は、サキさんが置いてった携帯ゲームをクリアしてほしいってことですか。ハルディナがゲームを遊んでいたのですが、大層苦戦していたのでつい。そんな遊具もクリアできんとは、エルフのことゴンドリアの元守護者も落ちぶれたものだな。いい、なんですって。みゃ、そこまで言うならあなたはクリアできるんですよね。みゃな、はっは、当然だ。クリアできなかったら私の王位継承権を貴様にくれてやるわい。なあ、というやりとりがあったみゃ。その時の状況が目に浮かぶようです。私もプレイしてみたのですが、全くクリアできませんでした。このままではオルタニア王国の次期国王はハルディナになってしまいます。あやあ、あ、未来から来たロボットに頼りっぱなしの男の子みたいな展開ですね。ゲーム機を見せてもらっていいですか。ゲームタイトルはバレットドラゴンズですか。 DPS のアクションゲームか。あんまり得意じゃないけどやってみますかね。おお、ありがとうございます。大好きです、あやー。もうわかります。
ました。ゲームしますんで、ちょっと離れてもらっていいですか、シルビアさん。よし、危なくやられそうだったけど、なんとかクリアできましたよ。さすがです。アヤさん、尊敬します。すごいのみゃ。誰もクリアできなかったゲームを、アヤ姉が見事にクリアしたんだみゃ。ありがとうございます、アヤ。これでオルタニア王国も安泰です。あなたの我が国に対する献身、心より感謝いたします。よっ、我が国の救世主。永遠の17歳と名乗る魔女から国を救ったのみゃ。いや、そんな照れちゃうよ。あれ？ BGM が消え、って、画面が真っ暗だよ。ああ、バッテリー切れですね。はい？さっきの尋問を見て思ったのだが、いつの間にか腕を上げていたな。ああ、それな。私も思ってた。姫は尋問するの下手だったのにな。別に練習してたわけじゃないと思うんだけど、サキはサボる方に情熱を燃やすタイプだし。尋問をしたのがメリーニャだったからなのだ。あの耳とか尻尾とか、姫ちゃん興味津々だったし。なるほどな。相手によってテンション上がったり下がったりするよな。ふむ。ところで、みんなはどんな時に尋問でテンション上がるんだ？え？そのようなことを聞くんですか、アキさん。いいじゃん、いいじゃん！硬いことを言うなよ、ミナギ。ちなみに私は、戦車砲塔とかに相手の両腕を縛って、一通り尋問が終わったら、戦車を走らせて橋を使わずに溶かしたい。アキさん、後半は戦車で川を渡りたいだけなんじゃないですか？わかるのだ。じゃあ私は尋問が終わったら戦闘ヘリを飛ばすのだ。レミ、それはヘリを操縦したいだけよね。そういう月夜はどういう時にテンションが上がるんだ？私？そうね。尋問に慣れてない初々しい下級生に優しくしたり、何を考えているのかわからない不思議ちゃんを困らせてあげるってのもいいのよね。活発だったり、冷静すぎたり、無気力だったりするタイプも、私の意のままに調教するのがたまらないわよね。学校中の女生徒に人気のボーイッシュな先輩を涙目にするのも捨てがたいわ。う、今のは私か。さすがモミケーションの達人だな。つまり何でもテンションが上がるってことなのか？何でもじゃないわよ。やっぱりテンションが最大に上がるのは、潤んだ瞳の舞部長におねだりされたーい。月夜！感極まってどこか遠くに行ってしまった。で、ミナギはどうなのだ？私か。そうだな。私は尋問する相手が何を考えているのかじっくり見極めてたな。最善の一手の効果を最大限に発揮するまで待ち続ける。うん、つまり放置プレイでテンションが上がるのだな。はあ？放置プレイだと？そんなマニアックな括りで私の思考の尋問を表現するな。みんな大変よ。メリーナの村に異形が大量に出現したわ。なんとかしないと大変なことになるわ。なんというタイミングで異形が出現するのだ。この戦いが終わったら私の尋問に対する評価をしてもらおうではないか。
わかったのだ。まずは異形を退治するのが先なんだぞ。レミ、約束通り私の尋問を身をもって評価してもらおうか。よし、来るのだ、ミナギ。行くぞ。アキさん、ミナキとレミ、何をやってるんですか？何をやってるように見える？レミが縛られているし、尋問なんですよね。は？放置プレイ？だよね。やってやるのだ、この偉業は。頭が痛いんだぞい。レミさん、なんかすごい気迫ですね。何の本を読んでいるんですか？ふにゃー、なんかサリアと勝負をするんだってさ。偉業について調べてるっぽいよ。いつも野生の勘とかで行動しちゃうレミさんが調べ物なんて珍しいですね。でも勝負の相手があのサリアちゃんなんですか？レミさんって勝てるんですか？勝ち負けの結果はどっちでもいいんだよ。レミレミには装甲車とかの整備に戻ってもらわないと困るんだよ。そうですか？あんなに頑張っているレミさんに私は勝ってもらいたいですけど。アヤちゃん、サキさん、大変です。異形の大群がこちらに向かってきているそうなんです。ふん、ちょうどいいのだ。勉強の成果を試してみるのだ。ふにゅー、すごいやる気なんだよ。今日のレミさん、頼もしい感じがしますね。いいじゃないですか、レミさんの活躍期待しましょうよ。レミさん、いつもと動きのキレが違いましたね。洗練されたというか、無駄が一切ないというか。確かにミナギみたいな戦い方をしてたんだよ。ふん、勉強した知識を活かせばこんなものなのだ。よし、この勢いに乗ってサリアに勝負を挑むのだ。あ、行っちゃったんだよ。あれ、レミさん、何か本を落としましたね。この本は異形全集？あ、レミさん、勝負の方はどうでした？ダメだったのだ。サリアが出す異形についての問題をクリアすれば魔法を教えてもらえるはずだったんだけど、残念なのだ。レミさん、大丈夫でしょうか？まあ、異形についてまとめた本はサリアが編集したものだし、勝ち目のない勝負で結果は目に見えてたんだよ。そんな、それってちょっとひどくないですか？レミさん、あんなに頑張っていたのに。ああ、何でもサリアちゃんが言うには、レミさんに魔法を教えると口にしてはいけない滅びの呪文を誤って唱えてしまうという未来が見えてしまったそうで、何とかして魔法を教えないようにしてるそうですよ。そうなの？今日もサリアはミドガルドを救ったんだよ。どうしたんだ、チビ？そっちには何もないぞ。はあ、もしかしたら、幽霊がいるんじゃないですか？猫が何もない空間を見るのって、
幽霊を見てるって言いますし。やめろよ月夜、幽霊とかそんなのいるわけないじゃん。アキ、幽霊が怖いのか？いや、怖くない。幽霊なんて怖くないんだからな。そうですよね、レンジャー部の副部長が幽霊なんて怖くないですよね。その通り、全然幽霊なんて怖くない。サーチビー、アヤのところに連れてってやろうな。キュ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 、あれを見ろ。で、出たのか。幽霊は無理無理無理。どうやらベビドラは異形に反応してたようだぞ。みんな接近してくる異形を倒すぞ。はい、異形の撃破完了。それにしてもチビはすごいわね、異形を感知できるなんて。そうだな、大したものだ。それにしてもアキ。はい、私幽霊とかお化けは本当にダメで、本気でこの話題はやめてほしいんだけど。キュッ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 。あれ、また変な方向を見て泣いてるわね。もう無理だってば、やめて。いや、アキさん、また異形かもしれませんし。感じます、凄まじい意識の力を感じています。ハルディナ、ちょっとハルディナさん、怖がらせないでくださいよ。あ、私の意識の中に強い意志が流れ込んできて。もうそれ以上聞きたくない。こっち来んな。ダメ、とても抗えない。意識が遠のいて。え、何よこれ、どうなっちゃうのよ。まったく、これはヤバいやつなのか。今のはお前が日頃から思っていることをぶちまけただけなんじゃないのか。いや、神羅万象に選ばれたエリフに悪い霊が憑依して思いの丈を私に言わせたに違いありませんわ。うわ、絶対嘘。いくらなんでもうちの副部長はからかいすぎよ。肌の色は違えどエルフ族の信用にも関わる問題だぞ。後で秋の前で土下座して謝らせてやるからな。私だってね、好きで年なんか取りたくなかったわよ。はいはい、とりあえず土下座しに行きましょうね。わかりましたわよ、秋にはちゃんと謝ります、謝りますから。